ボンジーア、おはようございます。はい、本日はこの方に来ていただきました。ブラジルに初めてカウンタースイングを持ち込んだ男この男です。じゃーん、じゃーん、カウンタースイング高い選手です。コンタクトレンズ合わせてメガネです。はい、すいません。本日はよろしくお願いします。はい、ということで本日は今日ですね、この後ろにずらっとあるんですけど、僕の実家、ここ僕の実家なんですけど、こうやってですね、まあ、ネットがあります。こんな感じで、で、まあ、僕のお父さんが非常に野球好きで、ぜひとも、ね、まあ、家にある野球用品を紹介してくれという依頼をですね、もう半年以上前からブラジルから帰国した時から受けてますので、本日も高井さんが来たという、まあ、タイミングもありますん で、まあ、高井さんと一緒に実演を交えながら、僕の家にどのような野球道具があるのか、一つ一つ紹介していこうと思います。では本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、まず最初に簡単にどのような、野球道具があるのか説明していこうと思います。こんな感じで、まあ、マシンとかあります。でこのマシンは多分僕は小学校4年生5年生くらいからあります。バッティングマシンですね。で、柔らかいものがあります。でこれちょっとバランスボード的な、あんま使ってないんですけどあります。でこれは後で紹介するんですけど、これもバッティングマシンですね。足でこうやってバーンってボールが出ます。これバドミントンの羽が打てるやつで、これは、おととしぐらいから話題になってた、ね、筒香選手が使っていた、IP6 のこのコンボバット、こういうやつですね。で、ここは、特産 TV ってこと、国 TV もありましたかね、インサイドアウトバット、まあ後で実演します。高井さんがどのくらいできるか、こういうヘッドを走らせる、こういうバットですね。で、次、なんかこのバットはもうずっとあります。本当に10年以上前から、僕は小4、小5ぐらいからあるんじゃないですかね。結構使ってました、父さん使ってました。で、ここカウンタースイングですね。もうこれも、去年、高井さんが映して、高井さん映して、これ高井さんがあの、はい、サルバドール、ブラジルに持ち込んでたんで、それで、使いました。定番のカウンタースイング。そしてこちら、じゃん、刀ウンタースイングです。刀ウンタースイング、某野球 YouTuber で有名でしたよね。お、抜けてない硬かったな。これあって、ああこういうことですよね。こういうことね。はい、これがカウンタースイング、高くて買えない。カウンタースイングが品薄になった時に皆さん買い求めた100均の刀、刀カウンタースイング、こっちに落ちる、こういうものです。で、あとこれ何ですかね。結構これずっと中ある、なんかこれね、ここだけで打つようなやつで、最後高井さんが今手に持っててずっと練習してたんですけど、何でしたかね、この名前が。ラインドライブプロみたいな感じですね。そうや、ラインドライブプロなんですね。で、これはしっかりこう、このテニスボールをしっかりセンター方向に打つって感じで、まあ簡単に実演します。ここありますと、でこっち方向でちょっと考えて正しいスイングをすればセンター方向にボールが、ちょっと引っ掛けましたかね、かけない、ちょっとヘッドが変えられたんですけど、まあこんな感じでざっと紹介したんですけど、バンド一つ一つ高井さんと一緒に使ってみようと思います。で、高井さんの感想も聞きながらですね、はい、どうなるかやってみます。